奴ら、ペルシア兵だって？ダリウスが、クセルクセス王を殺したそうだ。あんた信じてないだろ。信じてない。どう考えても荒唐無稽が過ぎる。もっとイカれた話もあったが、事実の時もあったろ？何が真実だ？ダリウスは結社が俺を探してると言ってる。彼が見つけた覚書には他の人物のことも。他にもあんたみたいなやつが？彼を信じるならそうだな。だがダリウスがコスモスや結社の人間じゃないという証拠もない。あんたのことを偉大な戦士だと聞いてたそうじゃないか。結社との戦いに力を借りたいと思ってるのかも。やつらの仲間じゃないなら。ま、簡単な話だな。そいつを信じるのか？語らないことが多すぎる。とてもじゃないが信じられない。何が起きてるか知りたいなら、あのペルシア人のとこへ戻らないとダメだな。ダリウスは何かを隠してる。それだけは明らかだ。なら気をつけろ。隠してるのが罠じゃないとは限らない。いつも通り注意深くやろう。それが怖いんだって。あの頑固じじい、一人で狩人を探しに行ったわ。何をする気なの？一人でやるなんていつも言うけど、これじゃ一人で死ぬことになるわ。私たちの助けが必要になる。正しいと思うことをしてるんだ。あの傷を見たでしょ？年ごとに増えてる。狩人探しを手伝わないと。ならどうする？父さんは手がかりを追ってるけど、私には別の手がかりがある。狩人には副官がいて、影からそいつらを動かしてる。連中を見つけて居場所を吐かせるわ。相手さえ教えてくれたら、俺の槍で口を割ってやるぞ。狩人の副官の一人は勧誘者よ。地元の住民を舞台に入れてあなたを追わせてる。この手がかりは父さんも知ってる。それと結社の活動を見張ってる知り合いがいる。彼女は今湿地で行方知れずよ。その人を探そう。最後にポティダイアの村でひどい病気が流行ってる。結社の仕業かもしれない。狩人を見つけられるよう手がかりを当たる。じゃあな、ニーマ。ポティダイアで会える？あそこで調べることがあるの。
カリウドに関する情報を探すくらい大したことないだろう。ダリウスがいた。ハゲ！見つけたぞ。見つけさせてやったんだ。ニーマから聞いた。手がかりがあったんだろ。結社は何か計画してるようだ。カリウドを見つけたいならここに残って連中を止めるのを手伝え。聞こうか。カリウドの副官の一人は結社に引き入れたいものを勧誘する任についてる。見つければ手がかりになるな。探すのは覚書や手紙、台帳などだ。そこから次の会合の場所がわかる。静かにやれよ。派手に乗り込んで片っ端から見てやろう。慎重さに欠けるが、やり方は任せる。必要なものを手に入れろ。あんたは村に行って会合がいつ行われるのか突き止めるつもりだ。砦の用が終わったらそこへ行く。あれを探してたんだ。見つけた。あったぞ。ここで見つかったらまずいな。静かにやれと言われたな。今夜お気に入りの木の下で会いたくてたまらない。うん、情熱的だ。正しい女の手にあれば男は役に立つ武器よ。
食料が到着した。村の料理人が中身を確認。ただの受け取りだ。役に立たない。何か報告することは？何も見当たりません。怪我したくないなら下がってるんだ。不意打ちには気をつけろ。本当にこの辺でしょうか？ヤギは血を流し、蛾は炎に近づく。蛇は生まれ変わる。新たな牙、新たな皮、新たな命。ダリウスは意味がわかるかもな。これで全部だな。ダリウスに会いに行こう。こっちだ。守備はどうだ？見つかった。警備が厳しくてな。面倒なことになるな。どういう意味だ？あまり秘密の伝言には見えないが。この手紙は新たな牙。勧誘した者のことか。血を流すヤギは次の会合はここのようなヤギの飼育場で開かれるようだ。結社は入団の儀式でヤギの血を使う。よくそこまで結社を知ってるな。大したことじゃない。他に情報は？会合はもうじきのようだな。連中を集める合図があるんだ。まだ何か隠されてる。この蛾は炎に近づくとは。ヤギの飼育場を使うならここにも来てたかもな。手がかりを探そう。確かに。どこから始める？この干し草の山、下に進む跡がある。どういうことだ？
誰かがここで干し草を焼いたんだ。炎が合図なのか。つまり連中が集まるのは夜だけということだ。なぜなら蛾は炎に近づく。その通り。あとは会合が始まるのを待つだけだ。近くに別のヤギの飼育場がある。橋向こうだ。よし、日が暮れたらそこで会おう。飼育場でダリウスに会おう。じきに始まる。来い。